はい、毎度どうも、ひうちまるでございます。こんにちは。今回は久しぶりにメンバーの佐藤ラジオの佐藤が帰ってきたので、3人のチーム戦で行きたいと思います。レッツラゴー。はい、場所はクロスファイヤー、行ってみようぜということでね、今回はチーム戦なんでね、もう気が楽なんでね、まあ、後ろの方から、まあ、打ってようかな。まあ、これね、ストークだったっけ、あの葉っぱ模様のやつね。あれにスコープとテルミットを足した感じかなのカスタムしてあるやつで今回は来てみたんですけども、なんか足音すね。あ、来てるね。あれ、あ、佐藤が撃ってくれたのか。2階に上がるのを阻止してくれたんだね。うん、待ってても来ないな敵がさあ撃っていきましょう。あ、外した。はい、オッケー。待って、あれあれ、今の当たらなかった。まあいいや。なぜエイムをするのがね、うまい順番でいくとね、佐藤、ピロー、ヒウチマルなんですよね。あの、このね、クラン炭酸電池のね、あの腕前でいくとね、メンバーがみんなうまくて、あのチームリーダーと副リーダーは微妙なんですよ。そういうね、クランなんでね。さあ、相手もね、テルミット団のキロボルタクションがいるみたいだね。じゃあ、ナイフでちょっと走り回って遊ぼうかな。もう、チーム3人だからね、人数が多いと気が楽になっちゃうな。あ、またやられちゃった。え、なんだよ、鉄砲の先っちょよりか、こう、人に近づいてるのになぜか撃たれる、このゲーム。しかもね、もう、あの、テルミットだからね、あの、近くの対象物を撃って、自分が、その、撃ったところの近くにいると、あの、自分も燃えちゃうっていうね、テルミットの弱点ですよ、あれ。さあ、ナイフでブサッといけるかな。待てー、あ、ラジコン止めてくれたけども、ラジコンパクっちゃったね。あら、佐藤のラジコンじゃねえかな。いや、申し訳ない。キルパクしちゃったね。さあ、こっちの方から攻めていこうかな、今度は。とう。んでもって、ここで、カチャッと。いや、いないな。もう、あ、いたね。あら、スカ。ああ、もう全然遅い。もうチーム戦だから、もう気楽な感じでやりすぎだ。さあ、バギャ、お、今のはおもろいね。鉄砲を撃って、あれかな、引火したかな、火薬に。バギャンつって撃ったら、バーってなったね。さあ、またナイフを持って、なんか多分2階にいるような気がするんだよな。どうだい、いないかよ、ここ。あ、やっぱいたね。はい、倒して。どうもあの白い人がこっちから来ないと思ったらね、やっぱり2階まで来てたんだね。さあ、戻って。で、ここでまた撃ってればいいかな。え、今の当たってねえ。なんかちょうど脇の下ぐらいをくぐっていったのかな。いや、どうだこれ。はい、倒して。あえてね、燃えてる人の近くによっても燃えるんでね。さあ、犬を召喚したけども、お、犬頑張ってるね。あ、撃たれた。うわ、犬があのキロボルトアクションのあの人に撃たれたね。多分ね、あれ燃えてたでしょ今、犬ね。なんだよもう。よし。あ、しまった。これ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 。あ、やっちゃったよ。自分で言ってて、説明してて、それやっちゃった。AK117 出ました。もう、今やね、もうあれです。グラウの次にこう多いと言われている。AK117。もうほんとこの2つのアサルトを見ない日はないな。あら、先に誰か倒しちゃったね。あ、これ撃ちにくいな。今、帽子しか見えてなかった。あら、え、どこ、あ、そっちか。うん、こっからは狙いにくいな。どうだろう、誰か撃ってくれないかな。ん、こっちも出てこないな。あれ、誰か撃った、燃やしてみるけども。あれあれ、そうじゃない、人じゃない。あ、ん、違うか。え、あれ人でしょ。ん、違う、あれ動いてないね。もう一回撃ってみようか。あ、壁のかけらか。あ、ごめんごめん。全然もう目悪いんだ。あれは人に見えてるんですよ、もうね。やけに動かないなと思ったら、ただの壁のね、あの壊れたところだ。さあ、どんどん前の方に進んで。あ、いたね。はい、ナイフでいく。さあ、さあ、戻って戻って戻って。んで、また、あ、ドア、なんだ、挟まれたみたいになってるけども、あ、あれか。燃えてダメージを受けたから前にもついたのかな、あの赤がね。
赤いこのあのバーみたいなのがつくじゃないですか、やられてるというか撃たれてる方向にね。なんか前と後ろについたからちょっとびっくりしたね。あれなんだよ、ナイフで攻めてきたのに誰もいない。コロコロ、これよくあるな、ナイフで攻めてきたけど誰もいないってやつ。あ、足音してるね、来るね、はい来るね、はい来た、はいバシャッ。でもって、お、よし一人、あ、一人じゃない。しまったしまった、キノボルトアクションの人が一人だと思って走って攻めていったらもう一人後ろからやられちゃったよ。さあこっちから今度は回っていこうかな。いやほんとナイフで遊んでますね。開いたね、はい、ブシャッバシャッバンブシャッと、はい、リベンジで勝利、50対49、ギリギリ GG。 はい、 MVP は佐藤らしいやろ、佐藤でした。いややっぱり、ね、見てくださいほらね、これまあ MVP モーメントだからこうだけど、え、エイムがね、やつが一番うまいのがこれでわかると思います。はい、レーティングは79で MVP は佐藤らしいよ、2位は73でピロ、自分が72で3位でした。はい、いいねもらったんでね、いいねしときましょう。お、なんだこのエモート、あ、な、バイクに乗って風を感じるエモートなんだ、かっこいいなこれ。はい、第2回戦もクロスファイヤー、お、なんだまた同じとこだな、あー違うとこがいいな。お、相手は3人ボーダーで2人なんかマークついてたな、あのマークの意味はあんまりよくわかんないんだけども、さあ行ってみましょう、レッツラーゴー。まずナイフに持ち帰って向こうの道に渡りましょう。んでもってこっちから攻めていこうかな。あ、敵も一緒だったね、刀で攻めてきてたね。でもって銃に持ち帰って、さあ来るかな、多分今の刀の人が来るんじゃないかな。あ、来たね、あ、外しちゃった、んなんか掘ってきたぞ、ん、あ、コンカッションか、またなんか掘ってきたね。うお、クラスター、同じとこ行ったらやられてたよ、ん、あ、左でなんかやられたね、刀かな、あ、やっぱりそうだ、待て仲間の敵、いやっちゃ待て、よいしょ、オッケー、やっつけた。なんだよ、一番最初と同じように同じところでナイフでやっつけたね。デジャブ。さあまた来るんじゃないかな、どうだろう、また来るんじゃない、あ、来た、お、またなんか掘ったね、ん、またコンカッションかい、ということは今度はまたクラスターだね。あ、その前にやっつけた、よかった。あの人あれだね、コンカッションを掘って動きを鈍くしてクラスターでやっつける戦法を取ってるんだね。はい、一人倒して、はい、リロード、でもグレネードを掘って、あ、ちゃんとリロードでききってない、あ、ちゃ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 、はい、リロード、でもってナイフに持ち帰って、あ、来たね、ブシュッ、ほんで、あ、またクラスター掘ってる、危ないな、もうちょっとコンカッションをこっちから掘っているんじゃない、どう、あ、いなかった、違う人だった。でもって向こうから、あ、撃たれてる。外したよ。よし、オッケー、やっつけた。んで、持ってちょっと上に上がる。あ、来たね。パキオン、あ、しまった。撃たれたけども、まあ、テルミットの炎でなんとかやっつけれた。あ、相打ち。さあ、ナイフでまた走っていきましょう。こっちから、お、一人。あ、違う。しまった。影になってたけど、BY10 もう一人いたのか。失敗した。さあ、もう一度行ってみましょう。ナイフで走っていって、そこにいたら困るんで、今度はこっちから、とう、ほんでもって、敵を無視して、ガムシでこっちに走っていって、んでもって、今ね、ピロから通信が入って、実はここにね、スナイパーがいるっていう話なんで、はい、そのスナイパーをバシッと。ほんでもって、ここにまた今いたね、バクバーンっていたね、はい、倒して、あぶれあぶれあぶれ、なんか撃たれてる、撃たれてる。はい、犬を呼んで、の、お、なんだ、そこで撃ってるのかい、でもって自分もこれでバギュン、あ、なんで腰ダメで撃った。まあいいや、お、佐藤が犬を撃ってくれましたね、オッケーオッケー、あ、危ない、狙われてるよ、あ、自分で倒してる、あ、もう一人来てる、オッケー、倒したよ、んでもってリロード、ん、来ないかい、あ、ラジコンやってるね、お、倒したかな、オッケー、こっちは誰も来ないね、ん、誰か来てる、あ、来てるね、あげよう、あ、しまった、ずれた、あー、やられちゃった。しまった。まあまあ、もう一度行きましょう、ナイフに変えて、今度もこっちから行こうかな、
よいしょっと、こっち、あ、BY15 やっつけてくれてるね。オッケーオッケー。お、誰だ、あ、また刀の人だ。あ、よく合うな、この人。ということで、今回上に上がって、ここから狙っていこうかな。バギャー。ここならね、もう狙いやすいですよ。ほんでもってね、ここにくっつけておきましょう、グレネード、ポイッと。誰か走ってこないかな。あ、もう向こう行っちゃったよ。足今チラッと見えたね。失敗したら投げるのもうちょっと早く投げないと。はい、やっつけてーので、やっつけてーので、リロード。ん、犬は違うよね、味方だよね。やっつけてー、やっつけてー、やっつけてーのトリプルキルと。んでもってまたリロード。ん、いないかい。あー、ちょっとあれは撃ちにくいな。他に撃ちやすい人はいないかい。お、いたね。こっち来ないかい。 OK、 当たったけどまだ無敵だったね。こっちは撃てるかな。はい、 OK、 倒して、セントリーガンが出たんでこっちに置いて、でそのまま下に降りて、あ、来てるね。バギャーと倒して、お、クラスター溜まったね。クラスターも落として、こっち知恵来にくくしといて、うん、なんか掘ってきたね。クラスターかな。んでもって犬を呼んで、ナイフで、あれ誰もいないね。あれもう誰もこっちいなかった。2階とかにもいない。あれいないね。まあいいや。じゃあまあここらでヘリを呼んで、でもって、お、いるね。あ、やっつけてくれたね。でもって銃に持ち替えて、あ、来てるね。無敵じゃないよね。あ、無敵だったね。バギャー、ロングショットで、レンジキルで勝利。50対33GG。MVP は今回自分がいただきました。ありがとうございます。いや、これを綺麗に決まったな。バキュー、バキュー、バキューとね。いいトリプルキルだった。ここはちょっと外したのダメだな、やっぱりね。はい、レーティングは90で MVP は今回は自分でした。で、レーティング75で2位が佐藤。で、3位がレーティング65でピロでした。はい、もうお祝いも OK と。いや、あのバイクの絵元いいな、やっぱり。はい、3回戦目はオアシス。味方チーム紹介。敵チームの紹介。さあ、10は一緒のストークですね。行ってみましょう。レッツラゴー。今回は真ん中の方から行ってみようかな。踏んでもって、ここでちょっと待ち伏せして、真ん中来るでしょう。その人たちを狙いましょう。 OK、 バキャーで、あ、火ついたからもう一発でいけるかな。はい、 OK、 倒しましたね。さすがテルミット、もう火がついてね、そのダメージでね倒せるんでね。小屋の中にはいなさそうだし、あ、また来ましたね、バキャーと。あ、向こうの建物の中でピロが待ち伏せしてる感じかな。でもって右の方は来てない。ん、小屋の方も来てないね。もう一度左確認。来てないね。じゃあ右の方行くか。あ、佐藤も行ってるね。こっから狙うか。あ、来たね、バキャーンと。あとは佐藤に任せて、こっちの方で、あー、しまった、狙うの遅かった。あ、やられちまった。あーあーあー、もう本当にもう MO にやられちゃったね。ここ来るかな。ん、あ、そうですな。ん、あ、敵か。あ、ちょっとやられた。 AK47 だ。もう倒さない。あー、ピロが倒してくれた、敵を取ってくれたんだな、ありがとう。んでもってこっちを走っていって、ここで今度は狙ってみましょう。バキ、あー、外した。あ、また外して。ん、こっち来る。あれ、こっちから来た。しまったしまった、やられたよ、また。AK47 の人にずっと撃たれてるな。やばいな。よし、こっちの右の方にいないかい？あれ？もう倒した、誰か。それともこっち走り抜けていた？右から来てるね。バキュン！あれ？なんだよ、真ん中が激戦区かい？ちょっと待って。そっち行って。あ、もう倒しちゃった？みんな。あら？俺出番なし？もうみんな倒しちゃってるね。あ、右の方戦ってる。あ、倒した？あ、銃を落っことしてるね。うん、じゃあ倒したな。オッケーオッケー。
あれいないね。じゃあ自分はナイフを持ってこっちから回り込もうかな。アピロやられてる。はい、ナイフでね、やっと AK47 と倒せましたね。お、佐藤もこっち行ってるね。佐藤がそっち行くんだったら自分はこっちのここでね、ちょっと待ち伏せしましょう。足音が聞こえたら分かると思うんだけど。いや、これは佐藤は行くでしょう。あ、ラジコン出してるね。この足音は今右通っていった味方の足音でしょ。もう来ないか。ピローはあの階段のとこで待ち伏せてるね。ちゅうことで自分はこっちからここで狙っていこうかな。銃に変えて、ここ来るでしょ。あれ来ない？おかしいな。ここだった。あ、来たね。あ、撃たれた。オッケー、当たった。あ、おー、いけたね。よし。いや、テルミット弾のおかげですよ、本当にね。はい、ナイフで持ち帰って、ズバッと。で、逃げつつ、犬を呼んで、ん？お、あ、撃たれた。犬、どっち行った？犬。あ、そっち行ったのか、犬。よし、オッケー。あ、犬が倒してた。しまった。銃で撃とうと思ったんだけど、先に犬が倒してくれてたね。ここで、バキャーバキャーバキャーと。オッケー、オッケー。テルミットをリロード。もう来てない。あ、来てるね。あー、まだ無敵か。あれ、当たらず？あ、やられたけど、なんとかテルミットが当たったね。最後の方で。炎ダメージでやっつけたね。オッケーオッケー。あれ、結構味方やられてるよ。あ、来てる。わあ、めっちゃ速くて狙えねえよ。もうどんな速さだよ、ほんと。さあ、左の方からナイフで走っていって、あ、佐藤がやっつけたのかな？あ、今のは味方だよね。まあいいや、行ってみましょう。んで、ここでちょっと待ち伏せて。ん？足音聞こえるけど、どっちだよ？こっちかい？あ、こっちだよ。あ、倒した。よし。じゃあ、今度はこっちに行って、ガチャッ。あ、来た。バケ、あ、しまった。まだ無敵の方を狙った上に ASM10 にやられちゃったよ。さあ、またこっちから気を取り直して、行ってみましょう。真ん中来ないなぁ。うわ、オッケー。顔面当たったでしょ、今。ダメだった？ちょっと横の肩とかに当たったのかな。まあいいや。バキャー。あれ、AK47 が向こう行っちゃったけども、こっち来てないよね。ん？来てる？来てないね。向こう行ったよね。あ、来たね。バキャーと。オッケー、倒したよ。ほんでもってグレネードをちょっとほっときましょう。おお、ほったと、あ、解放したか。よーし、オッケー。相打ちに持ち込んで勝利。50対39、ジジイ。MVP は佐藤でした。いや、燃えてる、燃えてる。燃えてる、燃えてる。あれ、やられた時に解放射器とかでやられたら、これなんか MVP モーメントとかのやつ燃えるんだよね、これ、周りがね。これ、厳しいな。はい、レーティングは79で佐藤が MVP、 2位がレーティング75で自分で、3位がレーティング62でピロでした。お、渋いね。こっちを向いてね。またやつは風を感じるために走り出しましたね。いいな、このエモート、ほんと。はい、そして最後はキルハウス行ってみましょう。ここならね、ストークも結構使えるんじゃない。あ、相手もスナイパーがいるね。撃たれねえかな。なんかまた撃たれそうだな。はい、レッツラッゴー。ということで、ここの階段の間から撃とうかな。あ、またエイムボタンを押してるつもりでジャンプボタン押しちゃってるよ、もう。ほんとね、携帯ってね、置く場所に困るんですよね、ボタンをね。お、佐藤がこっち行ってくれてたら大丈夫だな。ここでもう撃ち続けても勝てるんじゃね。あー、ちょっと階段の方に当たっちゃってるね。うまく当てないと、あの、目の前でね、あの、自分が火に当たっちゃう。気をつけないと。外しちゃった。あ、無理だな。これはいけるでしょ。オッケー。おー、やっぱ佐藤が右で頑張ってくれてますね。あ、ちょっと援護間に合わず。弾少ないって出てるけど、一発ぐらい打てるでしょ。ん？そこに今いたね。はい、一人倒して。で、持ってリロード。さあ、向こうのスナイパーどこにいるんだろうね。アーバンちゃんはそこにいるけども。お、スナイパー上かい？あれスナイパーじゃないよね。わあ、もう前ちょろちょろしないで。あれ、当たらず今。ちょっと上すぎた？あー、ちょっと右だったね。アーバンちゃん狙えず。ん？ここならいけるかい？あ、また前の壁やっちゃったよ、もう。
これは撃てるかい？あ、いけたね。あ、うおー、やべやべ。おお、危なかった。あ、しまった、グレネードやっちまったよ、もう。グレネードやっちまった。さあ、ここにいるな。よし、オッケー。倒して。うわわわ、逃げろ逃げろ逃げろ。あ、逃げきれず。やられちゃった、PDW に。じゃあね、セントリーが起こり、ポチッと置いて。ん？なんか今、こっちいなかった？あ、やっぱりいた。しまった。なんか撃ったような感じがしたんだよ。よし、ここ間に合わないか、スライドで。とぉ、あ、無理だった。無理だったわ。いや、もうちょっと右にスライドしないとダメだったね。あれね。おい、誰か、ここだ、ここにいるんだ。誰か撃ってくれ。ここの壁から、壁を、ここ、撃ってくれ、これ。俺、ダメなんだよ。テルミットだから撃ったら燃えちゃうんだよ、俺。よし、行ってくれたね。オッケー、バシャッ。あ、もう一人、アーバンちゃんもバシュッとナイフで行って、んでもってナイフの方が早いよね、ほんと。バシュッ、バシュッ。オッケー。でもってスライドで入って、おお、佐藤がこっちにいた。でもってストークでバギューン。あ、燃えなかった、佐藤、今。大丈夫？はい、犬呼んで、向こうのやつもバシュッ、ああ、外れた、今の。うわ、もう最悪だわ。どっちに外れた、今の。ちょっと右だったか。これはいったっしょ。あ、犬が先に預けちゃった。これはいけるね。はい、リロード。ん？来てるね。お、アーバンちゃんだ。よし、ナイフで。おー、危なかった、今。はい、ナイフでバシッと。んで、持って、セントリーガンをポチャー、置いたと思った。そこに PDW の人がいたよ。失敗したら、まあいいや。来ない？ここ来てない？あ、来てる！あ、いや、バシャッと。よし、オッケー。さっきの自分の仇を取っておいたよ。ほんでもって左の方から行って、おーっと、今白い人がいた。おーおー、誰だ？誰か撃ってくれたな。オッケー。おー、でもなんか DL933 持ってたね。あ、犬がやられた。ん？なんだ？クラスターか？なんだ？今グレネード。あ、グレネード。あー、くそ。あ、やべ。オッケー。おお、撃ったけどなんか切られた。あ、サイか。切られたんじゃなくて疲れたんだな。あ、でもまあ勝利。50対37、ジジイ。MVP は最後自分がいただきました。ありがとうございました。佐藤からもいいねをね、もらいましたよ。バシャッとね。いや、ナイフ使った方が早かったな。あ、いいね、ありがとうございます。はい、レーティングは85で MVP が自分、レーティング70で2位が佐藤、レーティング69で3位がピロでした。いや、皆さんもね、ぜひね、チームを組んでね、楽しんでみてください。こうやってね、チーム組むとね、だいぶ楽しさが変わるんでね。どうだったでしょうか？あ、佐藤抜けちゃったよ。まあ皆さんもチームで楽しんでください。ではまた、次回を待て。